今の主では滝夜叉に勝てまい。勝つ負けるではないのです。私はもうどうすればよいかわからないのです。私がここにいる意味も、私は滝夜叉と安成の子が気になるか。気にならないわけありません。安成とお主は兄弟ではないか。子はなせぬ。分かっております、分かっておりますが、まあ気にならぬというわけにはいくまいの。しかし考えてもみよう。滝夜叉の話はまことかの。どういう意味です。まこと滝夜叉は安成との間に子を成したのかの。本人がそうおっしゃっておりました。安成はどうじゃ。安成は覚えがないのであろう。それはそうではありますが。しからば、主は滝夜叉の子を見たのか。見ておりません。騙されたな。騙された。滝夜叉の霊力は不安定じゃ。まさかの己の力で召喚させるために大量の霊力を使っておる。それゆえ冥界の川をかく乱させるためこの話を持ち出したのやもしれぬ。住友殿はその話を聞いておられるのです。聞いておらぬ。水量じゃ。ガキ夜叉はその本音を人に漏らすことはないでの。信じられません。見たこともないこの存在を信じる主の方が信じられぬがの。それはそうかもしれませんが、まあ、この話一旦わしに預ける。預ける。滝夜叉にわしから尋ねてみよう。本心をな。住友殿、今は滝夜叉がどの魂に用意しているかわしにもわからぬ。しばし時を稼ぐ。住友殿、さあ持ち場に戻れ。すべてがはっきりするまでは安成を責めてはならぬ。あの者も戸惑うておるのじゃ。何か手はあるのか。父上じゃ。まさかと。我が霊力、重衡の霊力すべてを使った今宵父上が現れる。わしの出番というわけじゃな。一つ策を弄するか。神兵にそのような力が。あの者は八犬士の中でも特別な存在でござる。
あやつだけは玉津さんの呪いとは無縁のものであり、我が里見の守り神ともいえる伏姫の魂を受け継ぐものでござる。その力は計り知れないものがあります。しんべヱが玉津さんに捕らわれているというのは確かなのですか？しんべヱが使った術は空海の術。狙った者たちを瞬間的に別の場所に移動させる術でござる。黒い子が使ったやつだ。あの術は著しく霊力を消耗するはず。しんべヱは戦える霊力を残しておりますまい。ならば必然囚われたと見るのが正しかろう。ふむ。清明殿に申し上げたき義がござる。なんでやろ。真田重勇士の一人三好正海を捕らえられたと聞いております。清明正海殿と新兵を交換してはいただけませぬか。ふむ。父上、そのような取引簡単に冥界が乗ってくるとは思いません。おぼろ、私はそなたの父ではない。父上、里見殿のお考えということか。里見八犬士の総意でござる。清明殿、無理を承知のお願いでござる。分かる。私から住友に取り計る。正解と新兵の交換で明快と話をされるがゆえ。父上。大殿。おお、大閣。ようやく戻ったか。面目ありません。ようやく魔界に通じる道を見つけました。あ、ちょっと待って。お酒あり。この者、ご回復途中、倒れていて拾ってまいりました。あずき屋に何があったの？よし、博士とどうぞ。博士と同志が、新選組に捕まった？なんと！同志はこの格好、博士殿が新選組ごときに。何か予測不能な出来事が起こったのである。こちらは正解一人。向こうは新兵衛に高房殿に同時釣り合いが取れません。待ちきがってるよ。しく鬼道まで、それは無理だ。同時は仲間だから。立ちが仲間を救う。どんなに難しかったって、もうこれ以上仲間は減らさない。鬼道まで、できることとできないことがある。立ち清兵衛、私が昨日丸と共に参りましょう。高砂殿は我らに欠かせざる戦力です。ならば我らで取り返しましょう。新兵衛は正解との取引で取り返せばよい。そんなにうまくいくかわからない。うまくいくかいかないか、そのようなことを考えてもこの魔界では意味をなさぬ。止めはせ。見事高砂を取り戻すがいい。同盟を結んだものだ。どうしとしかたいよ。
語り合うのではなく、刃を交えようというのである。里見、逃がさんぞ。我が陣に入った以上、そう簡単に言えると思え。父上。心配はいない。そのようなことだと思っておる。鶴姫。はい。戦えるか。このまか、諸星、戦いでしか道は開けぬ。ならば宴の始まりじゃ。あっ、待ってて。
八つさ、かつて我が領内を襲った安西壁面を討つと忍び、忍び、名もなき忍び、佐藤、お前はわしと約束をした、敵将を討てば責任をわしにくれると。しかし里見、お前はその約束を守らなかったばかり、兵を用いわしを殺そうとした。わしは両腕と右足を失った。そのわしを救ったのは前、この者がわしの魂を再び生きていたのか。わしの Thank you.
あの技は、しんべヱの技。